どうも皆さんこんにちはチャックバスです。本日はですね、残念なご知らせがやってきてしまいました。ということで、今回の動画はですね、こちらのセゾンゴールドアメリカンエキスプレスカードありますよね。また、こちらのセゾンプラチナビジネスアメリカンエキスプレスカード。こちらのカードでですね、利用することができているセゾンマイルクラブがですね、残念ながら 改定のお知らせということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回の改定はですね、セゾンアメックスゴールドとセゾンアメックスプラチナビジネスカード、ここら辺でジャルマイルをね、貯められている方はですね、かなりね、影響あるかな、なんていうふうに思っておりますので、ここら辺のカードね、保有されている方は、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、セゾンの公式サイトからですね、こういった感じで発表がありました。セゾンマイルクラブ一部カードにおけるサービス終了及び サービス年会費改定についてということで、セゾンマイルクラブはですね、2023年5月の更新登録分よりサービス年会費改定させていただきますということで、こういった形に変更になります。まあこちらね、見ていただければ、まあ一目瞭然な部分はあるんですけども、まず一番上ですね、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードですね、先日私もね、発行したばかりのこちらのクレジットカードで、 ございます。こちらはですね、今までセゾンマイルクラブっていうのは、登録はね、必要だったわけなんですけども、このセゾンマイルクラブ時代の費用はですね、無料で利用することができるっていう風になってたわけなんですけども、まあ、今回ね、改定が入りまして、2023年の5月更新登録分から、年間5500円税込みがね、かかるっていった形になります。 で、一応ね、料金の優待制度がね、設けられておりまして、こちらね、小さく書かれてると思うんですけども、年間積算マイルが15万マイル到達で、次年度年会費無料っていうふうになりますんで、15万マイルね、年間達成されている方であれば、こちらね、次年度以降はね、無料っていうふうになりますんで、初年度はちょっとかかるのかなっていうところなんですけども、 15万マイルね、達成されている方に関しては、まあ、そこまでね、影響がないっていう感じになります。で、この15万マイルっていうのはね、どのぐらいで達成できるのかっていう話ですけども、こちらね、年間決済額、まあ、ざっとにはなりますけども、年間1400万円決済ぐらいね、していただいている方は、まあ、こちらね、到達できるかな、なんていうふうに思いますので、まあ、こういった方はですね、そこまでね、影響がないのかな、なんていうふうに思います。 で、セゾンのね、プラチナビジネスカードっていうのは、こちらね、出ている通り、定型カードがね、非常に多いんですよね。 フリーの、会計ソフトフリーのセゾンアメ、セゾンプラチナビジネスだったり、ちょっとこちら読み方がわかんないんですけども、こちら、あと CPA セゾンプラチナ、あとヘキシンセゾンプラチナ。ま、これもちょっとね、私は何のカードかわかんないですけども、ま、こういったカードもですね、同様に今までね、無料で利用できていたセゾンマイルクラブなんですけども、こちらもね、年間、 5, 円の、ね、維持費がかかるようになります、まあ、こういったね、感じになるんですよね。ですので、このね、セゾンプラチナビジネスね、えー、利用されている方で、まあ、年間決済額はですね、そこまでなくて、 あの、こちらね、年会費が、あの、2万2000本来かかるんですけども、年間200万円決済していただくね、1万1000に割引していただけたりもしてたんで、非常に人気のあるね、クレジットカードだったんですよね。ですので、JAL マイルをね、貯めるメインカードにね、されている方、かなり多いと思うんですけども、まあ、今回ね、 1400万円決済しないと、このセゾンマイルクラブね、有料になってしまうっていう風になりますんで、これはね、結構解約される方ね、多いんじゃないのかな、なんていう風に思いますかね。まあ一応ね、年間200万円で決済していただければ、年会費の部分はね、1万0千円下がるわけなんですけども、この5500円を払わないとですね、元々の還元率ね、 0.75とかだったと思うんですけども1、1%もいかないカードなんですよね、このクレジットカード。ですので、登録しないわけにはね、正直いかないかな、なんていうふうに思いますので、まあそうなってくるとですね、わざわざここで追加費用を払うんであれば、まあ他のカードにね、移行したいって思われる方もね、結構多いのではないのかな、なんていうふうに思うんですよね。ちょっとね、厳しいですよね。はい、こういった感じになります。で、次にですね、 セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードの年間費1万1000を払っている方、こちらはですね、今まで年間4400円でこのセゾンマイルクラブね、利用することができていたわけなんですけども、こちらもですね、2023年の5月更新登録分から9900円のね、費用がかかるっていった形になります。ですので、費用としては5500円アップして、まあ、約1万円ね、年間このセゾンマイルクラブ利用するのに、まあ、かかる ですので、非常に高いですよね。はい。年会費を払っている人っていう風になりますんで、私みたいにね、年会費を優遇受けてない人ですよね。ですので、年間1万1000年会費かかって、さらにセゾンマイルクラブで9900円かかるっていう風になりますんで、まあ、約ね、2万1000ぐらいね、かかるっていう風になりますんで、まあ、これはね、ちょっとここの人もね、厳しいのではないのかな、なんていう風に、 思いますかね。この製造マイルクラブね、加入していただければ、ジャルマイルの還元率ね、基本で1.125%、aup、プリペイトとかね、かましていただくと1.375とかまでね、あの、還元率を上げることができるっていうふうになりますんで、これもね、メインカードにされている方かなり多いと思うんですけども、まあ、年会費払ってる人にしても、 かなりね、厳しいですよね。まあ、年会費とね、あの、セゾンマイルクラブね、合わせて21000ぐらいね、行ってしまうっていう風になればですね、個人のね、セゾンプラチナカードってあるじゃないですか。今回のね、この改定にはですね、セゾンのプラチナカードの個人カードがね、入ってないんですよね。ですので、 影響ないんですよ。で、年会費は2万2000っていう風になりますんで、まあ、セゾンゴールドアメックスで年会費を払ってる方に関しては、まあ、個人のプラチナにね、移行された方がね、まあ、いいのではないのかなっていうところですかね。まあ、費用がね、そんなに変わってこないので、まあ、こちらはね、プラチナ個人カードにね、移行された方が、まあ、いいのではないのかな、なんていう風に思います。 それでは次にですね、私のようにセゾンゴールドアメリカンエクスプレスクレジットカードを持っていて、年会費の融合を受けている方ですね。まあこちらは、まあキャンペーンとかだったりですね、最近ね、あの、ここ1、2年、1年から1年半ぐらいだったと思うんですけども、非常にね、あの、ばらまきみたいな感じで、あの、他のセゾンのカードを持っていて、セゾン、 ゴールドアメックスに移行してください。年会費、永年無料でいいですよ。みたいな感じで、案内がね、来てて発行している方もね、非常に多いと思うんですよね。まあ私もね、セゾンクラッセの結構前のキャンペーンで、年会費ね、永年無料。まあ一回使えばね、永年無料で利用できるみたいなね、そんなキャンペーンで私は年会費ね、 かからないいいでで維持させててただいてるんですけども、まあ、こういう方はですね、残念ながらですね、2023年3月以降をもって、このセゾンマイルクラブっていうのはサービス終了っていった形になります。ですので、年会費の融合を受けている人は、セゾンマイルクラブね、2023年5月以降はですね、利用することができないっていった形になるんですよね。 いやね、非常に残念ですね。こちらで、年会期のね、優遇を受けつつ、ジェルマイルを貯めるメインカードにされている方もね、まあ、非常に多かったと思うんですけども、まあ、残念ながらですね、もうせぞマイルクラブ自体をね、利用することができないっていう風になりますんで、まあ、こちらね、メインカード変更っていった形になりますので、まあ、こういった方はですね、覚えておいていただいて、ちょっとね、カードの切り替えをね、検討、ね、していただければなと思います。 で、またですね、私みたいにこの年会費を優遇を受けている方で、まあ、発行して私も保有しておりますけども、まあ今後ね、このカードを解約した方がいいのかっていう話なんですけども、セゾンゴールドアメックスのこのクレジットカードは、まあ私みたいな方は年会費かかんないですよね。ですけども、こちらね、プラス1万1000円払っていただくと、プライオティパスがね、発行することができて、またね、 プレステージ会員で利用することができるっていう風になりますんで、まあ内容としてはですね、楽天プレミアムカードもね、プレステージ会員でね、発行することができて、年会費1万1000円なんですよね。ですので、まあこちらお好みになるかななんていうふうに思うんですけども、楽天プレミアムカード保有しておりませんので、まあ私はね、とりあえず解約はせずにですね、保有させていただいて、まあ、もしね、今、こちらのね、プラチナ、 ビジネスカードをね、持ってますんで、プライオティパスはね、あの、保有させていただいてるわけなんですけども、まあ、今後ね、このクレジットカードね、まあ、私は間違いなくね、今回せンマイルクラブに有用になりましたんで、 え、解約させていただくわけなんですけども、まあ、これが終わって、プライティパスが使えなくなって、また欲しいなと思ったら、まあ、今後ね、こっちで発行するかもしれないので、まあ、そういった意味ではですね、まあ、持っておこうかなっていうところですかね。またね、セゾンのアメックスのクレジットカードっていうのは、セゾンキャッシュバックっていうね、まあ、これは動画にするっていうよりかは、まあ、どちらかというと、YouTube のコミュニティ欄とかでね、紹介してるんですけども、今もですね、サミットとスシローとかでね、あの、キャッシュバックやってたりするんですよね。 まあこういうキャンペーンにこのセゾンアメックスっていうのはやっていて登録はできますのでまあそういったねあのお得なキャンペーンで乗れるっていう意味ではまあ 解約までね、しなくてもいいのかな、なんていう風に思っているんですけども、まあ最終判断的にはお好みになるので、まあこういったね、あのお得系のキャンペーンもね、乗るのがめんどくさいっていう方もね、まあいらっしゃると思うんで、まあお好みでね、選んでいただければな、なんていう風に思うんですけども、まあ私のスタンスとしては、まあそういったキャンペーンを狙うためにね、まあ保有はね、しておこうかなっていうところですかね。 はい。ということで、今回ですね、セゾンマイルクラブね、年会費一部改定のお知らせということで、解説させていただいたわけなんですけども、いやー、このね、セゾンプラチナビジネスね、非常におすすめのクレジットカードだったんですけども、とうとうメスが入ってしまったかっていう感じですかね。 もうね、私が YouTuber 始めたぐらいの時から、もう非常にね、おすすめされているクレジットカードで、年会費は2万2000円ですけども、年間200万円使うと1万1000円に減額されて、まあ、コンシェルジュとかですね、JAL 前の還元率も高い、プライベートパスもね、プレステージで利用できるとかね、本当にメリットばっかりのね、クレジットカードだったんですけども、 まあ残念ですね。まあ今回ね、改定が入って、個人のプラチナカードね、あの、今まで通り利用することができるっていうふうになりますんで、今ね、個人カードとこのビジネスカードだと、多分ね、こっちをお勧めしてる人の方が多いんですよね。まあ年会費の割引もあるんで。まあそういったのもあんのかもしんないですね。ちょっとね、まあ細かい部分はわからないですけども、まあちょっと最近のね、セゾンの解約っぷりがね、ちょっとひどいので、 ちょっと不安な部分はありますよね。ちょっと前にね、海外旅行保険が自動負担から利用負担になったり、またね、その代わりでセゾン超優待っていうのが始まったんですけども、まあそれもなくなり、またね、セゾンクラッセっていうね、還元率が上がる制度もなくなり、で、今回ね、セゾンマイルクラブも解約っていうふうになりますんで、ちょっとね、こんだけ立て続けにね、解約が来るとね、不安ですよね。 うんちょっとね、他のカードの方がいいのかな、なんていう風に思ってしまう部分が出てきますんで、まあ、今後ね、何かいい話がですね、セゾンのね、カードでもね、欲しいところですかね。まあ、今回ね、あの、ジャルマイルをね、貯めるメインカードにされている方は、多分ね、変更される方ね、結構多いのではないのかな、なんていう風に思いますので、まあ、還元率で言うと、やっぱりおすすめはね、マイル最強カードのマリオットアメックスカードになりますかね。還元率も1 1.25%ということでまあ年会費はねちょっとね4ん9500円なんでまあ、そこがどうなのかっていうところはあるんですけどもやはりねマイルを貯めるってなるとそっちになるのかなっていうふうに個人的には思いますかねということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思いますこの動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long; it hurts too.